ここはもう触ってるぐらいこのグリップを変えてやっとちゃんと投げれる。そうすると下半身が少ない。本日の YouTube のゲストは大橋さんです。イエーイ。というわけでですね、今日は大橋さんに皆さんね、聞きたいことをたくさん考えてきてくださってると思うので、たくさんね質問をしていただければなと思います。何でも答えてくださるみたいなので、質問がある方、はい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 、誰もないから終わり。好きなラーメン屋さんはどうですか？好きなラーメン屋か、難しいな。いやでも最近ね、岡山の天神そば、それか神戸のモッコス。モッコス、まだ聞いたこと。愛知だったらラーメン福。分かんないっす。最近その辺かな、俺は好きだの。岡山がラーメン美味しい。岡山の何県、はい、これが岡山のスポンサーさん。岡山行ったらいつもラーメン巡り。ありがとうございます。続きまして、はいはいはい、前のバレルのモデルな、ほうほう、はい、で今回ストレートにして、はい、前のモデルの時もやっぱり中行きって結構重視するんです。これはフォースタンスの話になっちゃうんですけど、はい、クロスタイプと言って、はい、薬指が軸なんですよ、はい、薬指が軸なんで、クロスタイプの人はどうしたらこっちの薬指をこう使うっていう方がグリップしやすいというか、薬指を使う方が力が入るというか、意識するとこっちの方がいいっていうのがあって、でも薬指があんま当たってないんで、まあ、隣の指にしてるみたいな。だから人差し指を意識しちゃうとおかしくなっちゃう。僕それでなんか昔ダーツ持てなくなって、人差し指を一時期立てて持つようにして、使わないように。みんなここで持つっていうから、これを意識してたらこう引けなくなって、引こうとすると指がこうくるって、こうこれがもうずっと治らなくて、そのフォースタンスを教えてもらった時に、薬指できなくても中指あたりをこう意識して、人差し指も立てちゃってくださいって言って、ここはもうほんと触ってるぐらいのグリップに変えて、やっとちゃんと投げれるようになった。中指とか薬指こっちの方を意識する人は多分クロスタイプの人が多いんで、グリップもフォーフィンガーとかになってます。多分クロスタイプ B2 か A1 だと思うんで、診断したら多分分かるんですけど、順平が来るんだったらもう間違いなく診断してもらえるし、僕も順平にこうグリップの作り方とかいろいろアドバイスもらってるんで、詳しくやりたかったらもう専門家に聞くの。ありがとうございます、はい、続きまして、これで分からなくて、はい、あれのあの女の好みと一緒です、はい、人それぞれ違うって、やっぱり自分がしっくりくるっていうのが一番いいです。やっぱ俺が可愛いって言っても、え、可愛くないじゃんっていうのと一緒で、バレルも好みなんで、やっぱり正解がないというか、その人の好みなんで、投げた時のイメージも飛んでいき方が変わるんですけど、この飛んでいき方のこの見え方がどれが気持ちよく見えるかですよね。あまりその性能的に変わりはほぼないと思うんで、まあ、スティールとかをやるってなったら、スティールはやっぱ技を使うんで、スティールは飛んだように刺さるんで、その刺さり方によってこうセッティングでこう技を使うっていうやり方があるんで、別の競技みたいな感じます。ありがとうございます、はい、どうも。続きまして、ダーツ狙うときにこの日の調子とかによって自分意識するポイントが変わっちゃうんですけど、大橋さんってその投げるときにどこに手を出すで意識してるのか、ボードに向かって手を出すを意識してるのか。そもそも狙うっていう行為をみんなちょっと勘違いというか、例えば弓矢だったら狙いました、あと離すだけで銃だったり、狙ったら引き金引けば勝手に弾が飛んでくる。ダーツの場合ってここで狙ったとするじゃん、ここで狙ってもここからダーツ発射しないでしょ、ここから手を動かすわけじゃん。でここで狙って合わせたって手をこっちに出したらどこ飛んでくる、どこに飛んでくるっていうことは、ここで狙うって意味がない。合わせはするよ、その、ここに出しますよっていう、すごく狙ってもこっちが合わなきゃ意味がない。だから狙うっていうよりも投げたいところに動くっていう意識に変えなきゃいけないから、ダーツ絶対ダーツは動いた方にしか飛んでいかないわけだ。6の方に手を出したのに11に飛ばせるって、こんなのキャッチかすっぽ抜けてるだけじゃ、意図的にできるんだったらもうごく一部の人で、必ず手を出した方向にしかダーツは飛んでいってないから。じゃあどうしたらいいかって言ったら、投げたいところに動く練習をする、そこに動くっていうことしか
意識してないから、だからいきなりさっき聞いても先手出るとかっていうのは、体動きが出るよね、感覚があるから。ラップはもう俺は体を動かすってことしか考えない。いきなり本気で投げるとバキッとか言ってるし体が動くようになってきたら、あとはだから真剣にいつも通りリリースの感触とかは簡単に2回3回やりながら、こう今日どんな感じかなみたいな探っていく。感覚悪い日は悪い日だ、今日は夏の日だみたいな日はあるけど、やっぱ仕事で投げなきゃいけない時とかはそうもいかんから、まあそれとなく投げてない。俺の中ではもうグリップでちゃんとダーツ持ててればもうほぼ入るんだよ。最近年でもうすぐ目がかすんでくるからダブルとかが見えなくなってくる感覚を変えちゃうのとか良くないよね。毎日同じことを繰り返さなきゃいけないし、なんかこの距離が変わったりするんだったらそれに応じて変えなきゃいけないけどさ、ほぼ環境は変わらないし、毎日同じようなイメージを繰り返し出せるようにする。そういうにしてると結構安定してくる。そこで、ね、動きを変えちゃったりするとダブルとか感覚と動きがどんどんずれてくる、どんどん分かるんだよ。どっちかだけずれてた方がいいかなって直しやすいですね。リリースのポイントを変えるとか言ってるけど実際変わってないから、で目で見てるわけじゃないからさ、感覚だけになるからさ。ってことはその感覚がいい日と悪い日が出てくる。でそれを何でかますのかって言ったら動きをかます。感覚悪くても動きでいい。そうすると上がり下がりが少なくなる。感覚悪くても動きができてれば多少入らないぐらいで済むんだけど、動きができないと感覚がバグっちゃうと、もうその日全く入らない。だから動きと感覚と両方意識してるんだ。俺はそうしてる。続きまして、試合ジャパンの時とかで、意識していること、気をつけていること。ジャパンの時はね、俺基本的にノンアルコールなんだけど、いつの間にかメンタルがだいぶ良くなって全く緊張しないから、今気持ち的にはさあダーツしようかな。ダーツなんでやってんの？嫌な仕事を無理やりやってるのかって話。稼ぐため、生活のために嫌いなことを無理やりやってるじゃないとか。だから俺今日一日ダーツ楽しもうみたいな。ひよったら負けなの。結局本当にダーツってやっぱりメンタルスポーツっていうのに、昔はもうひよってた。最近はもう本当にさ、やりすぎて逆にダメなのかもしれない。だからいい緊張感にならないのがちょっとダメなところなのかもしれない。で勝とうとかそういうのをさ上回っちゃうとやっぱ空回りしちゃうから、これでメンタルのトレーニングを何回か受けたことあるんだけど、一番最初に言われたことは、思いっきりやって楽しんで来いみたいな。全敗しても楽しめるかどうかがまずスタートだって。負けてイライラしてるようじゃメンタルは強くならない。リラックスモードでどうしたらできるかみたいな。これはまあいろんなこう仲いいやつと喋ってたりとか、基本そんなに朝アップしないんだけど、大体こう女の子と喋ったり、仲いいプレイヤーとこうベチャクチャベチャクチャ喋ったりとか、なんかこう自分がリラックスできるようなことをして、まあ、いつもダーツ投げるような感じで試合やるかみたいな。今はやってる。一番最初はやっぱりね、足を震えるぐらい緊張したけど、まあ、慣れるのも大事だよ。慣れるにはどうしたらいいかって言ったら、もうさ人前で投げるってことが一番いいから、リーグに出るとかハウスとかに出るとか、まあ、俺なんかイベントとかめちゃくちゃ期待されるわけ。エキシビジョンマッチとか絶対負けれないし、めっちゃ緊張して入らないと思ってた。そこそこのプレイヤーと泥試合みたいなことしたりしてたね、前はね。ダーツを人前で投げるとか、見られてるっていうのに慣れるっていうのが大事だ。楽になるし、楽しめるかどうかが一番大事だ。勝ち負けにこだわるように、まずは、まあ、プロだからそんなこと言ってんじゃないとか言うけど、勝たないとどうするんだって言う人もいるけどさ、結局それが最終的には勝ちにつながってくるから、いきなり勝てるような人はスターだし、大体の人がコツコツ努力して何十年もかけて年間チャンピオンだったりしてる人もいるし、今の PDC の16歳なんですよ。あんなのもまあ、稀だから本当に、まあ、ジャパンで言ったら、まあ、堺元とかさ、まあ、2年目とかで年間3位とか、あれも持ってるものだからさ、みんなやっぱ努力してるから、試合を楽しめるようになったら強くなれる絶対。ありがとうございます。ラストじゃないと言ったら、はい、大津さんが昔こうグリップに悩んだのが、期間と治ったきっかけが知りたい。期間はね、3年半ぐらいかな。ダーツやめようと思ったもんな。もう今ちょっともうなくなっちゃったし、一緒によく投げてたし、で俺がそのもうこの文字文字が治ったんで試合とか出たくない、どうせ負けるし。これ昔だからもうメンタル弱い最弱って言われて、試合で当たったらラッキーって言われてた。関東とか千葉とか、グリップが文字文字だけどレーティングが17あったの。
で、まあ、その文字文字が治んなくても、その負けて、そうやって言われるのも、なんかイライラしてて、ダーツやめたい、嫌だ、みたいな。試合も出たくないとかって言ってたら、俺が許さないとか言われて、全部やったのって言われて、いろんなこと試して、もう全部ダメだったら俺は文句がないって。今何にもしてない状態で、それでもうやめるとか言ったら、もったいないし、俺が許さないとか言って、やれるだけやってって言われて、で、まあ、こういろいろやってた時に、たまたまその、フォースタンスを勉強してるっていう大学生が、で、その人が、ちょっと大垣さんの、その、フォースタンスを調べたい。多分大垣さんはこれだろうっていう予想してるものがあるからって言って、一回調べさせてくださいって言って、調べてもらった。フォースタンスに乗っ取って、そこで悩んでるっていうのを教えたら、あ、じゃあ多分グリップは、多分ここを意識 しすぎてるから、もうこっちを意識するようにアドバイスされて、そこから練習し始めたらだいぶこうちゃんとグリップがなくなってきて、そこからだんだんちょっとずつ戻ってきて、なんか調子悪い時にジャパンは一応取ったので、これが治り始めてからジャパンを回るように3年半ぐらいかかって、テイクバックができない、聞こうとすると指がこの親指がテイクバックしちゃうから、ここでくるってやってさ、で投げるだけグリップってなっちゃうから、くるってグリップが崩れちゃうから、それでも投げたりしたら、試合レーティングっていうのはパッドブルで、ね、14ぐらいしか見ないから、雑魚扱いされてる。僕の話なんですけど、今前ガーツ投げれないんですよ。カウンセルのバレーだと全部は出てなくなっちゃって、ハウスガーツだと結構、まあ、で出るというか、まあ、引けるっていう感じなんですけど、バレルによってなんかっていう人さ、昔いたんだよね、スパルのさ、小玉っていうのがいてさ、スポンサーつく前に使ってたバレルは投げれたんだけど、スポンサーがついて作ったバレルが全部投げれたんで、そのバレルのせいでイップスになったいるんだけど、その原因が俺にはわからない。持ち方とかもあるかもしれないですね。話せない持ち方。最近なんか俺が、あの、順平にいろいろイップス気味の子を見てもらったんだけど、3人ぐらい見てもらった。3人とも同じようなグリップで立ってた。どういうのかっていうとさ、親指にダーツを乗せちゃう人、親指に乗せて上からこう挟む人が、そうすると、まず角度が出ない、ダーツで、この夜角を作ろうとして手首を倒す。手首も限界があるじゃん。だから背が低かったりすると、もっと夜角上に向けなきゃって言って、肘を上げる。で、肩が動くしちゃう。こうなると、もう手が出なくなっちゃうっていう形を作ってるっていう人が、3人ぐらい見てもらって、みんなグリップから始まるっていう人結構いるから、だから、まあ、専門家に見てもらっていやでも、まあ、あのマジでダーツが上手くなる ならないじゃなく、故障しないためとかミックスにならないために、体をうまく使えるようにするっていうのがフォースタンスとか、そのファイブポイント理論とか、まず、ね、勘違いしてる人いるけど、それを教わったからダーツ上手くなるって勘違いしてる人いるけど、故障させないためとかイップスにならないために、うまく体を使いましょう、タイプを調べて、あなたはこのタイプだから、ここを重きに置いてここは使わなくてもいい、こっちは使った方がいいっていうのを自分の中で判別して、体をうまく使う、そのうまく使えるようになれば体をうまく動かせるわけだから、それで練習すればダンスもうまくなるんじゃんっていう話だよね。練習してないのになんかフォースダンスを触ったのにうまくなんねえとか言う人いるけど、あるわけねえから、そんなそんなの聞いたって無駄だよとか言う人いるけど、そういうことじゃないから、うまくなるうまくならないは別として、うまく体を使おうっていうだけなんですよ。そうすると力を最小限でダンスを飛ばせるように伝えられるっていうのもあるから、無理に力をやーって投げてる人とか、体が連動しないですっぽ抜けて腕は振ってんのにダンスがブヤーンみたいな人とか、こういうのって全部体の使い方がうまくないから伝わってないダンス。本来なんて俺がここで座ってて、そこに座ってて投げても届くわけだよ、ダンス。うまく体を使って力をダーツに伝えてるから飛ぶわけで、それをするにはじゃあどういうふうに体を動かしたらいいかっていうので、フォースタンスを調べたりして、で横向きでこういうふうにやった方が力が出ますよ、前にこう手を出した方が力が出ますよとか、そういうので体の向きとか自分のスタンスを作っていくっていうにつながる。だから知って何があるって言ったら、ダーツが上手くなるとか何もないけど、まあ、そういうところで悩んだ時に体をうまく使える方法は分かるよってことで、損はないけど。これはもう絶対知ってた。悩まなかった。こっちとこっち。
ちがいいんだろうってなった時今まではずっと悩んで、あ、こっちいいけどな、でもな、でも違うんだよなってやりながら、2つのことをこう同時にやりながら、選択ミスったら違うことになっちゃったっていうのをやりながら、時間かけて技術をつけてきて、今まで最近はなんか悩んだら、あ、そうだ、こっちだみたいな、すぐ分かるようになるから便利だな。ありがとうございます。というわけで以上、質問コーナーでした。